ゴスタジオ東京だそうです。なんか電気自動車のショールームって感じなんですかね。いまいちよくわからないな。前のカフェの方が分かりやすいような気がするんだけど、40の電気自動車。乗ってみると分かるけど、まあ少し出っ張ってるんだよね。バッテリー積んでるからなんでしょうね。不電気かわいしないかな。そうなんか全く一緒っぽいけど、ナビだね。わかんねえこれ。サンルーフが随分大きいな。これ開くの？あ、一応開くんだ。40たちさ、 C の方と違ってはめ殺しってわけじゃないんだ。これは C40 のサンルーフは、これはめ殺しで、あれサンシェードもないか。ドライビング体験とかなんとかつったやつなのかな。いまいちコンセプトがようわからん。何をする場所なんでしょうか。 OK、 安いね。 XC40 の鉱石に座ってる状態です。サンシェードアイト閉まったりした方がいいよね。乗った感じはそんなに C の方も変わらないんだけど、 XC の方がやっぱ四角い世界を感じるかな。後方の血まぬけなんだけどね。ドリンクはセルフバー、セルフ方式みたいな。味は前のと違ってかなり濃いめですね。前の方が美味しかったかな。